はい、次の仕掛けは、条件が横風が、7メートル、8メートルっていうちょっと強めの風、ですが、潮は前へ前へ動いていると、風は右から吹いてきて潮は前へ飛んでいく、こういうような仕掛けの動きです。はい、まあ、軽い仕掛けでも馴染むんだったらいいんですけども、なかなか馴染ませるのが難しい場合は、浮き止めを使って、B 以上の浮きを使います。 B 以上、まあ、これ 2B ぐらいですね。 2B ぐらいでもう棚を決めて、棚はそうですね、決めてやった方が、もう浮き止めをつけずにやるともう風の影響を受けてわけわからないになってしまうの でこれで浮きは大きめの方がいい、風に負けないように。まあそんなこともない。ポイントが遠くなるんであれば大きい方が飛ぶので、いいと思うんですけど、近場も足元とか竿1本とか1本半のところで釣る場合は浮きはなるべく小さい方が、風の影響を受けにくいので小さめの方がいいかなと思いますけど、その狙うポイントによって、変えてください。全然通らないね、これ。詰まってますね、これなんか。同じ2B くらい。で、あとはガンダマを。ガンダマ。とりあえず直結の部分に打って、で、あとは下に馴染むように追加していくという感じ。ハリスは長めの方がいい。短め。ハリスはまあ一広から二広、棚に棚が浅ければ一広、一広半でもいいんですけど、まあ、冬場も二広前後が多いので、ハリスはだいたい二広から二広半ぐらいまででやりますね。ちなみにこの書いてる号数の、G5 と B っていうのは、 B っていうのが浮きの下に打つやつ。まあ、どっちでも大体 B は浮きかなって感じですね。で、G の5はハリスに、うん、まあでもその全然風があったらこの風の影響でこう流されるんで、流された時にまた何ていうんですか、この下に受ける抵抗が変わってくる、抵抗の力が。風を受けるときは打つ位置を変える。打つ位置じゃなしに、重りを 2B で例えば打ったりとか、2B でもまだ浮きがちょっと入らないという場合は、2B プラス下に B を打ったりとか、でこの表示に関係なくその風の強さに合ったやつを打つっていう感じですね。なるほど。それでまあ、魚が食ってくる棚を探して釣っていくっていうパターンかなと思います。